ババン。八のふるさとは美味しいお酒の国。お父さんに感謝を贈ろう。八プルおすすめギフト。はい、こちらのコーナーは引き続き八フルアンバサダーのアムミさんとお届けしていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ニーハオよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、シーナちゃん出演は3回目なんですけど、金曜日の出演初めてです。よろしくお願いします。 いつもまあ、旬なお知らせですとか、うん、あとは東京の渋谷スクランブルスクエアでのイベントなどをお知らせに参りましたが、今日はですね18日に迫りました父の日のギフトについてご紹介したいんですが、そもそも私が何者かというところを紹介していきたいんですけども、はいはい、こちらの画像をご覧ください。普段ですねインスタグラムを中心に活動しておりましてですね、インスタグラムで商品のこんな風に使ってほしいなとか、うんうん、今日の大ちゃんとここ出かけましたというようなものを載せていまして、キャミさんいつも反応いただきありがとうございます。いやいや、本当可愛らしいお写真毎日見てて、ね、ほっこりさせてもらってますよ。ありがとうございます、はい、おとちゃん後でよければつながってください。ぜひよろしくお願いします。そのハチフルというのが一体どこにあるかと言いますと、こちらのお写真です、うん、はい、JR 渋谷駅直結で渋谷で一番高い建物、渋谷スクランブルスクエアの14階にあります秋田県中堅八高にちなんだ商品を扱うショップです。はい、はい、この一番高い建物です。すごいね、はい、14階までエレベーターで上がっていただきますと、広がっている景色がまさにこれなんです。はい、秋田犬のぬいぐるみさんがこんなに広がっていて、海外の方からも非常に好評で、皆さんこう秋田ドッグと言って来てくれます。渋谷といえばハチ公だもんね。あ、そうなんです。ハチ公は秋田犬なので、ハチが秋田と渋谷をつないでくれているというコンセプトのもと、ね、はい、ショップを営業しています。ありがとう。他にも秋田と渋谷をつなぐをコンセプトにしたお菓子やテイクアウトスイーツ、飲み物など幅広く扱っています。はい、はい、そんなハチフルからですね、今日は父の日おすすめギフトということで紹介したいんですが、その前にキャミさん、はい、おとはさん、はい、お父さん健康でいらっしゃると伺いました。健やかです、はい、お二人は父の日どんなもの贈られるんですか？私はいつも衣類、服とかあげてたので、うん、今年はなんか食べ物とか飲み物がいいかなと思ってます。あら素敵。キャミさんは？僕ね、電話でね。あ、スマートフォン。うん、違う、電話する。お父さんありがとうって。毎年新しいスマートフォンじゃなくて。違う、ただ電話するだけ。あ、そしたらお父さんなんて？あ、ありがとう平気なんだかって。オイル交換いつするとか。元整備士だからさ。あ、そうなんです。大ちゃん、オイル交換にうるさいのよ。大ちゃん、大ちゃん映ってる、かわいい。大ちゃんこうやって私の出演見守ってくれてます。ありがとうございます。かわいい。さて、そんなお二人もぜひ今回ご検討いただきたいんですけれども、はい、うん、ハチフルのオリジナルギフトを作りました。はい、今回はですね、ハチのふるさと秋田は日本酒の国ということで、日本酒にちなんだギフトを紹介したいんですけれども、ラインナップはこんな感じです。はい、かわいいチビタンも、ちびたん、ハチフルマスコットもいるんですけれども、こちらの6本からまずは紹介していきます。お願いします。はい、そしておとちゃんの隣にですね、今日はこのラインナップもずらりと並べさせていただいたんですけども、やっぱり日本酒には和服美人が似合うということで、おとちゃんと日本酒のセットも皆さんお楽しみください。どうですか？素敵。キャミさんどうですか？素敵。映えますよね。映える。そうなんですよ。キャミさんの隣にはね、ちゃんと大ちゃんもふわふわと映っているんですけれども、こちらのラインナップを紹介していきます。お願いします。まずは秋田県大仙市にあります仮保酒造のお酒を2つのラインナップでございます。はい。これ見たことありますか？カワセミがついてるんですけど、おとちゃん、カワセミって知ってる？カワセミ、生のは見たことないですね。どういう状況？カワセミが何か？あ、わかりました。何何？揚げられたの見たことあるの？鳥ちゃん。鳥ちゃん。揚げだれとか焼いたの見たことある？カリフォグラの周辺に住むカワセミをラベルにデザインしたもので、カワセミの鮮やかな色合いのようにクリアな香味と爽やかな味が広がるようにと作られた純米吟醸です。おしゃれですね、デザインがね。おしゃれですよね。うん、女性に送ってもいいかもしれませんよね。ね、うんうん、お父さんや旦那さん、彼氏にどうぞ。次にカリフォグラからもう一本。カリフォグラ。どうぞ。どうぞ。続いてカリフォグラからこちら。はい、このシックなネイビーのデザインが印象的な、皆さんおなじみですよね、6種、6種、はい、
そう、酒船と呼ばれるお酒を作るあの船なんですけど、6つの船から作られたということを由来に作られた六州というお酒なんですが、こちらは結構あのお酒好きの方からも人気の純米吟醸酒で六州、ね、こちらのラインナップ、はい、カリホグラからの2ラインナップ紹介しました。続いてはですね、皆さん、秀吉のブランドでおなじみかと思います鈴木酒造店の松生というラインナップ、これ見たことないですね。あ、そうですか。松の声と書いて松生。そうなんです。こちらはなんと全国甘酒コンテストプレミアム甘酒部門において金賞を受賞したお酒。おすすめは魚の塩焼きや天ぷらなど、こういったおつまみと一緒にお召し上がりはいかがでしょうか。いいね。専用の箱がついている松生です。次にこのラベルは皆さん初めて見るのではないでしょうか。千歳ざかりはご存知ですか。千歳ざかりはご存知です、うん、あ、何か ゆかりがありますか。ゆかりはあるかどうかというか、うん、まあ、個人的には数の字とかがやっぱり、ね、花間が好きなので、うん、それでやっぱりこう、ね、耳や目にしておりますよ。はい、数のでできたお酒なんですけれども、はい、このラベルは千歳ざかりの香りというんですが、はい、2月にですね、先ほどご紹介したスクランブルスクエアとハチフル、そして秋田県と、協力して、開催しました日本酒のイベント、ハチのふるさとは酒の国秋田の名酒で乾杯というこのイベントのために、作られたお酒で、そこがお披露目となったお酒なので、本当に限定のお酒です。はい、千歳盛りからちょっと限定のお酒ぜひ注目ください。あ、いいな。はい、次の2つのラインナップは来月20日21日に行われます土崎港引き山祭りで、おなじみの土崎という場所の名場商店という蔵で作られました、銀鱗のラインナップ2本です。はい、まずはですね、こちらおしゃれですね。はい、あの、かなりこだわって作られたという瓶の、この秋田美人をイメージさせる小町美人という純米酒なんですけども、やっぱりおとちゃん、はい、日本酒の美味しいお酒は秋田美人と一緒に飲みたいですよね。いっぱい飲みたいですね。あら、そんなこと言われてみたいですね。おじさん、はい、中身おじさんなんですよ、ね、おじさん、そうそうそう、おじさんの趣味が一番分かるアンバサダーです。はい、こちらの小町美人ともう一つ、はい、銀鱗からはですね、こちら純米吟醸になります。くるくるコンビネーションと言います。くるくるコンビネーション、はい、こちらはですね、秋田流木元仕込みというこの手法がくるくるする、うん、この製造工程がくるくるした印象からこの名前が名付けられたということで、はい、純米吟醸酒。おとちゃん、くるくるコンビネーション知ってましたか。くるくるは飲んだことあったんですけど、うんうんうん、この色のラベルは初めて見ました。おお、ぜひ、あの、多分年によってもね、デザインとか変わるのかもしれないですからね、うん、はい、ここまで秋田のこう日本酒6つのラインナップご紹介しましたが、お二人いかがですか。くるくるかなー。あー、やっぱり飲んだことあるからこそ、うんうん、そうよね。キャミさんはやっぱ千歳盛りかな。あと、ただそのこの小町美人がですね、うんうん、小町美人って書いてるのに濃厚辛口っていうのが気になりますね。それは気になりますね。美人なのに辛口。美人なのに辛口。おとちゃん、そのあたりどう思います。すごいね。ちょっと闇も感じるけど、いいですね。綺麗な花にやっぱ鳥があるんですかね。そうですよ ね。でもだからこそ気になる味でございます、ね、はい、ご紹介しましたが、次にですね、ハチフルと言いますと、実はあの湯沢にあります木村酒造、はい、福小町さんとコラボで、お酒を作りまして、こちらご覧ください。父の日のために作りましたラインナップ、福小町純米吟醸のハチフルラベルといいまして、ラベルがですね、ハチさんとこう福小町のとっくりが描かれているこのラベルがデザインされているんですね。可愛らしいですね。ありがとうございます。そして下にありますのが酒マスでして、こちらも湯沢のガルボさんという流木作家の方が一つ一つ秋田杉から作ったマスがついて、さらにですね、あの、美味しいお酒は美味しいお水で柔らかせながら飲んでいただきたいという思いで、アンバサダーの思いが反映された炭酸水2本がついての今回父の日オリジナルギフトを作りました。素晴らしい、ありがとうございます。福小町は飲んだことありますか。あります。いかがでしょう。僕は好きです。あ、ありがとうございます、うん、飲んだことありますか。ありますね。夜のお座敷料亭さんでも結構福小町見ること多いので、うん、ありがとう。料理にもね、あ、合いますよね。そうです、そうです。こちら炭酸水なんですけれども、会員の価格と一般の価格が違っておりますが、実はですね、会員登録、このミニスタのハチフルで検索いただきますと簡単
に会員登録することができるんですよ。そうしますとこれだけ3073円だったのが2497円になります。お得、はい、ありがとうございます。お得です。あの炭酸水つけたのはあの私の案なので本当によっ甘み、ありがとうございます。あの美味しいお水飲みながら美味しいお酒飲んでいきましょう。そして父の日どんな風に違うのかという点なんですが、おとちゃん、このお酒のボトルにメガネとネクタイのタグがついてるのお分かりいただけますか？ありますね、かわいい、はい、こちら大きなボトルの方はメガネ仕様か、あのネクタイのタグがあのどちらかお選びいただけるんですけれども、福子町の方はですね、あのネクタイのタグがあらかじめついたラッピングの状態でお渡しします。大きいボトルの方はネクタイかメガネを選んでください。さらにおとちゃん、はい、可愛い秋田犬のポストカードがメッセージが書けるようについていきます。ちょっと見せてください。こちらですね、はい、かわいい。どうして秋田犬のポストカードかと言いますと、ハチフルはですね秋田犬中堅ハチ公のお店なんですけれども、売り上げの一部を秋田犬の保存と保護に役立てられるようにということで、そういった貢献も行っております。そのためにこう皆さんにもその思いが伝わればというところでメッセージカードにしたためました。さらに、このお酒もうお父さんに全部のラインナップ買っちゃおうという方、お値段が1万800円以上になったら、なんと大人気ハチフルマスコット、通称チビタンことですね、チビタン、チビタンハチフルマスコットがプレゼントされます。ここから朗報ですよ。なんと秋田芸者の音羽ちゃんは毎日カバンにつけてます。はい、こちらがそれ朗報なの？朗報です。お揃いにできるよという朗報です。この口元がちょっといびつなところが、ね、いろんなお顔があるのよ。はい、こちら1万800円以上つきますので、ぜひこちらも皆さんいいですね、はい、まとめ買いしてね。あ、そうそうそう、あの自分のためにお世話になってる方とかお父さん以外にもね、お父さん、旦那さん、彼氏どうぞ。はい、お願いします。はい、ここまでお聞きになってみていかがでしたか？すごいですね、日本酒もこんだけラインナップで、うん、あ、そうなんです、ね、はい、比べられます。そしてこのオリジナルのやつ、はい、マスの裏見たことあります？ ありますよ。可愛いですね。ぜひ見せていただいて。マスの裏がですね、はい、あのこのハチが酔っ払っちゃったんですね。そうそう、あのぜひよければキャミさんの見えますかね、これ、はい、見えるかな。 あ、ぜひぜひ寄ってください。ちょっと寄ってますだけに寄ってください。ネクタイを頭に巻いてるハチが酔っ払っちゃったみたいな感じでね、酔ってますって書いてあるんですよ。そうなんです。そう、ハチが酔っちゃったんですよ。はい、このシリーズ可愛いのでぜひ。で、秋田杉の木目もあの一つ一つ手作りなので、うん、結構店舗で買われる方は木目もこう自分の好みを選んで買われる方もいらっしゃるような人気なものです。側面にこう東京の街並みなんでしょうかね。あ、渋谷の街並みが書かれています。素敵ですね。ということで皆さん、詳しい内容はハチフルのインスタグラム、こちらをご覧ください。はい、ハチフル渋谷三つ秋田でぜひ検索いただきますと、さまざまな情報が更新されていますので、ぜひこちらもご覧ください。ご覧ください。よろしくお願いいたします。以上でしょうか？以上です。はい、父の日ギフト、今年はぜひハチフルから秋田の日本酒を送ってみるのはいかがでしょうか。今日はハチフルおすすめギフトについて、ハチフルアンバサダーのあむみさんにお越しいただきました。あむみさん、ありがとうございました。 ありがとうございました。また呼んでください。よろしくお願いします。お願いします。